私たちは今沖縄のことは沖縄が決める国連アピールというタイトルでアピールを行っています。今日の朝に尾長さんが那覇空港から、国連があるそのスイスジュネーブに飛び立ちました。でまさにまた今日の、朝というか深夜2時にもう一つ出来事がありました。本当にこれは戦後70年は日本の大転換というふうに報じられていて、自分もそういうふうに受け止めている出来事です。何かというと安全保障関連法案、いわゆる戦争法案の採決、可決がなされてしまいました。私たちは今日この2つについて、尾長さんのその国連訪問、それは何を訴えるかというと辺野古の新基地建設は人権侵害ではないかということを尾長さんは国連でアピールします。でその一つ、それが一つと、でもう一つは今日の、2時に採決されて可決されてしまった安保法案、戦争法案に反対すると、その時にやはりその安保法案が通って、じゃあこれからその運用していこうという時に一番使われるようになるのは、あるいはこれを今も建設が進んでいるのは、沖縄の奄美八重山諸島の基地、軍事基地なわけです。それは米軍基地もしかり、自衛隊基地もしかりです。でそういった2つのことについて自分たちは、沖縄から今日は声を上げていきたいなと思って、9月19日の15時半からこの県民広場でこういう場を設けさせていただきました。じゃあ早速、学生の今日は学生のスピーチ、それから安保関連法案に反対するママの会の母親の方、それと学者の方をお呼びしてます。学者の2名をお呼びしてます。なので、5時までこれから1時間ちょっとあります。その間、ちょっと日も照ってるので皆さん水分補給をしながら耳を傾けていただければと思います。歩行者の方もぜひ耳を傾けて、自分たちの声を聞いてもらえたらなと思います。じゃあ早速アピールいきたいと思います。はい、大阪の大学4年生の平吉野さんです。よろしくお願いします。はい、大学4年です。中央ユタスタルグッドエニグレスタビラ。じゃあ今から始めたいと思うので聞いてください。今も辺野古の工事は進められ、つい昨日今日安保法案成立してしまいましたが、私は今日ここで言いたいことが3つあります。1つは力での押し付けは絶対に間違っているということ。2つ目はこの今進められている辺野古新基地建設の必要性や安保法案の必要性、本当に必要なのかっていうこと。そして3つ目はそれでもまだまだ私たちの未来は自分たちの手で変えていけるっていう、この3つの点について話したいと思います。まず1つ目は今の安倍政権のように辺野古での工事建設や安保法案の成立など絶対に力で推し進めていくようなことはあってはならないということです。私たちの非暴力の抵抗と一方でひたすら工事を進めていくのに熱心な日本政府、普天間飛行場はアメリカに無条件で返還されるべきものです。辺野古への工事を進める政府は法治国家ですからと言い続けていますが、これは権力の一方的な押し付けにしか思えません。安保法案にしてもお互いの理解が深まっていないのは明らかです。この国の在り方、これからの私たちの社会の在り方に深く関わってくるこの大事なことを一方の都合、政府の都合で決めてしまう、これは絶対に間違っていると思います。日本国民のためなら憲法を違反してでも反対の声を無視してでも法整備を進めてもいいのでしょうか。絶対におかしいし絶対に間違っていると思います。2つ目の必要性についてですが、このたくさんの人が反対している中で成立してしまった安保法案も、今進められている辺野古の新基地建設の工事も
今の私たちに、そしてこれからの私たちに本当に必要なものなんでしょうか。辺野古に関してはいつの間にか普天間飛行場のための辺野古移設みたいになってますが、もともとは普天間飛行場を無条件で返還されるべきものです。私たちは新たに辺野古に基地を作る必要はありません。政府はいつも特に中国の脅威を煽ってきます。でも私たちは今までどれだけ中国と共存してきたかを考えるべきだと思います。食べ物にしても衣類にしてもその他のものにしても観光にしてもいろんな面でお互い支え合ってきたと思います。そんな中で脅威があるから軍事力を強めるというのは矛盾に思えてなりません。これと国の安全保障は違うからと言われるかもしれません。ですが今のように過剰に脅威を煽ること、そして抑止力のためといって軍事力を強めることは私たちに今必要なことではないと思います。なぜなら今世界は軍縮に向かおうと頑張っています。そういう流れの中でこの今の日本の軍事力競争の中に参加していくっていうことは平和の社会を作っていくのに逆走にしかなりません。平和を求める平和を作っていくというのなら軍事費を抑えて軍縮を進めながら安全保障をどうしていけるか考えていくべきだと思います。私たちに必要なことはもっとたくさんあると思います。震災復興だったり教育、貧困、格差、環境問題、また日米安保や地位協定の見直しなど、この国には安保法案成立よりも辺野古の新基地建設よりももっと先にするべきものがたくさんあると思います。3つ目、こうやって反対の声を押し切って安保法案が成立し辺野古の工事が進められているけど、これでもまだまだ私たちの未来は明るいっていうことです。明るい方向に自分たちで変えていけるってことです。私先日までフィリピンで行われた若者うちなんし大会に参加してきました。その中で歌とか三線、空手、踊り、みんなで沖縄文化を楽しみながらこれからのうちなんネットワークだったりこれからの沖縄、世界について議論してきました。その中でキーポイントの一つとして出てきたものが、これから私たちの未来をより良くしていくためには一人一人の自立、また沖縄の自立が必要だという議論でした。私は考えます。経済も教育もビジネスも安全保障も政治ももっと沖縄の自立の上で議論して行わなければならないと思っています。自立しないとそこに住む人々が生きることができないと思うからです。またこの間安保法案が採決されている時、されている様子をテレビで見た時、私はこの国の政治は本当にどうかしていると思いました。全国各地で国会の中でも多くの安保法案反対の声が上がり、その中でも可決してしまうことってどうなのかって、間違っていると怒りが溢れそうでした。でも自然とその怒りはそんな長くは続きませんでした。なぜならもうこれをどうにかいい方向に持っていくしかないと思ったからです。可決されてしまっても、このしぶとい安倍政権の流れを止めることは難しいかもしれません。でも止めることはできなくても私たちはこの流れを変えていくことができます。自分たちの行動次第でこの流れをより良い方向に変えていけると信じています。戦争、暴力のない平和な世界を求め、また一人一人の命が生き生きと生きていける社会を求め、それを自分たちで作っていくためにも私は学び続ける努力を惜しまないし、そして思考し行動していきます。そしてお互いが理解し合える努力もしていきます。なぜなら力で押さえつけるようなやり方っていうのは絶対に間違っているし、何の解決にもならないからです。最後に強く求めましょう。安保法案の廃案、辺野古の新基地建設の中止、高いヘリパッド工事の中止、そして普天間基地の固定化を許さない今すぐ撤去、沖
縄のことは沖縄で決める、自分たちの社会のことは自分たちで決める、平和は自分たちで築いていける、私たちはその権利を持っています。以上です。これから頑張っていきましょう。ありがとうございました。ありがとうございます。平吉野さんでした。そうですね、彼女はいつも大阪の大学に通ってるんで、シルズ琉球のアピールとして、この場で行っています。それは自分たちはいる場所で、自分たちのできる場所でできることをやろうということで、各地で立ち上がってて、で今シールズっていうのが東京にあって、でそれからシールズ関西っていうのが大阪にあって、で他にもシールズ東北っていうのが、東北地方であって、で今シールズ琉球、それから最近ここ1週間でシールズ東海っていうのができたんですよね。三重だったり名古屋、愛知県だったり、そこの学生が、一緒にやろうということ でシールズとも連携を取って東海でも立ち上がりました。でそういった、他にもシールズっていう名前をつけてないでも、福岡のユースムーブメント FYM だったり、熊本の WDW っていう団体だったり、本当に全国各地で同世代の若い人たちが、特に安保法制をめぐって立ち上がっています。で吉野さんはそこでの関西でも活動してて、で昨日、関西大阪の梅田駅で凱旋アピールをやったそうです。でそしたら、最初は本当になんか30人ぐらいしか集まらなかったのに、なんと昨日は6000人も集まったそうです。本当にすごいなと思います。はい、でちょっとここ今車止めてるところが道路交通法にちょっと引っかかるということで、車を移動しないといけないということです。でそちらの歩道にちょっと移ります。でしばらくお待ちいただいて、その間にコールをやっとこうかなと思います。とりあえず1回降りますね。ちょっと水分補給だったり何か黒糖を食べるなりしといてください。お願いします。広場に入ってもらってください、よろしいでしょうか。影のところ、絶対反対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 、
とうございます。さあ、車のテストできたんで、皆さん右側に向いてください。あっちに向かって、いや、すごい対岸が騒がしいなって思います。自分たちが準備ちょっと遅れたのも、あの子たちがやっててちょっと遅れちゃって、本当に東京でいつもシールズでデモとかアピールとかやるんですけど、その時ってああいう妨害はないんですよね。なんかなんでこんなにもいろいろ突き回っていろいろやっていくのかなって、すごく悲しくなっちゃうんですけど、まあそれでもやることはやっていこうと、自分たちは諦めずに自分たちの未来は未来自分たちで作ろうということで、このアピールをそのまま最後までやり抜きたいなと思います。よろしくお願いします。皆さん、こんにちは。大学1年生の伊佐弘人といいます。おきそい食べます。今日なんか12時10分から始まった参議院本会議にて、悪名高き戦争法案と言われる法案が可決されてしまいました。非常に残念です。多くの学者の方たちが明らかにおかしい、憲法違反であると言っているにもかかわらず、日本の戦後70年の歩みを大きく変えてしまう、この法案を簡単に政府は決めてしまいました。それはどれだけ危険なことか、与党の議員の皆さんはまだ気づかないのでしょうか。私は沖縄に住んでるからこそ、今まで戦争の加担者に鳴らされてきた人間として、これ以上戦争に加担する人間になりたくないし、美しい国日本の国民の一人でありたいと私は思っています。本当でもないことを本当であるかのように言わなければなりません。皆さんは1月15日が毎年選挙に外交によって国際問題を解決し続けてきた、外交問題を解決し続けてきた保守の政治家たち、私は非常に尊敬しています。しかしこんな調子だったら、こんな国民の意見も聞かないようだったら、これ以上信用することなんてできません。
今回の野党のやり方、今回の与党のやり方は非常に卑劣極まりない行為であり、この国の立憲主義、平和主義、そして国民主権、全てを否定する、真っ向から否定するものであると私は思います。非常に悪質です。日本の国民に十分な説明もないまま、大好きなアメリカの議会に行って夏までに成就させますと、そう言って約束してきて、日本が世界に誇る自衛隊を米軍の下請けとして、戦争犯罪常習犯である米軍の下請けとして地球上どこにでも戦争に向かわせてしまっていいのでしょうか。日本は戦後非軍事による貢献を行う特殊な国家として国際社会から一定の認識がありました。自国を防衛するための最低限の戦力以外を持たず、災害救助など積極的に参加する、私はこんな美しい心を持つこの国が大好きでした。しかし集団的自衛権の行使を可能にしてしまうこの戦争法案、これを決めてしまうと紛争地帯に赴く日本の NGO 団体の方にも銃が向けられる、もしくは殺される可能性だって出てきます。この法律は自衛隊の方々だけではなく、いろんな職業についている国内外で活動している人々にも命の危険が及んでしまいます。この結果は来年の参議院選挙、そして宜野湾市長選挙にも影響を及ぼすことは必至でしょう。国会前や全国各地で声を上げる人々の努力は何だったのか、今回の件を受けて私はがっかりしました。私はまだ18歳です。今年選挙権が認められたばかりです。でもこのままでは投票にも行きたくありません。今こそこの日本がフロントランナーとして世界を引っ張っていけるような存在であり続けてもらいたいと、今だからこそ私は思います。若い人々が声を上げているのに、いろんな人なんかが声を上げているのに、安倍政権は聞こうともしない。これは明らかに民主主義の否定であって最低な挑戦であると私は考えています。決して安倍政権には屈しない。我々は我々の意思で平和を追求していきます。これからも。ちょっともう時間がなくなってきてしまったので、自分のスピーチもこれでちょっとめちゃくちゃなんですが終わりたいと思います。すいません、ありがとうございます。ありがとうございました。伊佐博人君でした。じゃあコール行きましょうか。コール行く、大丈夫？戦争法案絶対反対、戦争法案絶対反対、戦争法案絶対反対、戦争法案反対、戦争法案反対、戦争法案反対、戦争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 反対、反対、戦争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 反対。
戦争反対、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 安倍晋三から日本を守れ、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 県知事頑張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 れ、ありがとうございます。はい、財産と保育院さんひろくんでした。じゃあ次は学者をお呼びしてます。沖縄国際大学教授の鳥山淳先生です。よろしくお願いします。先生、鳥山淳先生です。皆さんこんにちは。今学者と言われましたが、私は今日は今話をしてくれた伊沢君から連絡を受けて、友達の一人としてここに来ました。ですので、今ですねプラカードを持ってましたけども、今日はプラカードを持つために来たんであって、ついでに少しだけ話をしたいと思います。まずですね、私今日ここに来てメディアを通じて見ていたシールズっても初めて会いまして、リアルシールズに出会って感動しています。まずそれが一番 の感想ですね。で、先ほどからですね、いろいろ話になってますが、今日の未明に、大変な出来事が、日本で起こりました。で、これによってですね、ますます、沖縄の基地、とりわけ今建設強行されようとしている基地っていうのが、何のための基地なのかっていうことがはっきりしたんじゃないかというふうに思ってます。要するにですね、これはもう米軍のだけの基地がなくなっていくってことですよね。もう日本政府、日本という国が一緒になって、アメリカの戦争で一体化していくための基地にこれからなっていってしまう。黙っていたらそうなってしまうってことが、今日の未明にはっきりしました。そうであるからこそですね、なおさら沖縄の主張っていうのは今までよりももっともっと正当性が増したと。つまりこの基地は絶対許しちゃいけないし、沖縄の基地はこれから撤去しなきゃいけないっていうことがますます明確になった日だというふうに思っています。であとですね、もう一つとても気になることがあります。今回のですね、安保法制の成立の後に徴兵制の問題が出てくるんじゃないかという議論があります。一方では、それは、機運に過ぎないという意見もあるけれども、しかしですね、間違いなく言えることは、自衛隊の性質が変わって自衛隊員たちの任務が変わるということですよね。それはもうはっきりしてます、このままだったらね。でそのことは、沖縄に生きる私たちにとってもものすごく切実な問題だと思います。なぜかというとですね、確かに今日本は徴兵制じゃありません。でも徴兵制じゃなくたってすでに、ある意味でですね、選択肢を奪われながら自衛隊という場所に勤めている人はいるわけですよね。これはアメリカという社会を見ていればとってもよくわかります。今アメリカだって徴兵制じゃありませんけども、あれだけの軍隊を持っている。でなんであれ軍隊にあれだけの数の若者が入っていくのか、そこにはもう途方もない格差とか貧困とかってものが絡んでるわけですよね。だから徴兵制で若者を引っ張っていくのももちろん大問題だけども、同時に本人たちの意思で入っていったという形で戦場に連れて行かれるというのも恐ろしいことだと思ってます。形の上では本人の意思なんですよね。本人たちがその職場を選んだんだって言われてしまう。だけども本当にそうなんでしょうか。例えばですね、私もこれまで大学で授業している中で、去年までね、自衛隊で働いてましたっていう学生が夜間の授業に来たことがあります。当然裕福な家庭の、子供じゃありませんよね。そういう形ですでに沖縄からも自衛隊に入っていってる若者は毎年いるし、あるいはですね、そういう理由はなくても、ね、例えば、これまでの自衛隊の災害救助なんかの姿に共鳴してああいう仕事がしたいと思っていく人だっているかもしれない。でもそうやって入っていった自衛隊がこれから本当に無意味な、正義のない戦争に加担していくことになるかもしれない。でそれは沖縄にとっての、暗い未来だというふうにも言えるわけですよね。絶対そうならないように声を上げ続けなきゃいけないというふうに思ってます。
で、まあ、残念ながらですね、まあ、この法案は一度は成立しましたけども、まあ、いろんな方たちが言ってるようにね、これで終わりじゃないということですよね。で、沖縄にとってもこれで終わりじゃないということです。今ね、この国の現実がどうなってるのかっていうことを本当に多くの人たちが、まあ、認識する、まあ、そういうきっかけになったことは間違いないと思います。その現実っていうのは、まあ、はっきり言ってね、嬉しい現実じゃないので、まあ、気づかずに済むんだったら本当はその方が良かったのかもしれない。その難しいことに目くじら立てなくったってみんなうまくやってるよねって思いたかったかもしれない。でも、もうそんな国じゃないんだ、そんな政府じゃないんだっていうことを、まあ、はっきりもう私たちは分かってしまったわけですよね。だからそこから、ね、これ以上、おかしなことさせないで、おかしなことは、もう一度、まあ、改める、そのために力を尽くしていく時間がこれから始まるんだというふうに思っています。だからそれはですね、漫然とね、目の前の現実を見ている人にはできないことですよね。本当の意味での、現実、今のこの国の社会、この国の姿、社会の姿っていうものが分かってしまったからこそ、できることがこれからあるんじゃないかと思ってます。まあ、そのためにですね、沖縄から声を上げるってことは、本当に大きな意味を、持ってると思いますし、今回ね、まあ、知事が国連に行きますけども、まあ、日本という国に向かってね、言葉を発することはもちろん重要ですけど、でもそれだけじゃ不十分だってこともはっきりしてるわけですよね。やっぱりですね、世界には別の可能性がある、別の現実があるんだっていうことを確かなものにしていくために、いろんな機会にいろんな人たちに語りかける必要があるんだろうと思ってます。そういうね、役割を、まあ、このチールズという人たちが、まあ、担おうとしていることはものすごくですね、嬉しいことで、私なんかね、この見た目通りですね、非常に気の弱い人間で、こんなところでスピーチするなんて全然柄に合わないんですけど、まあ、シールズの皆さんがですね、非常に何ですかね、ね、このなんか 段取りのごちゃごちゃも含めて、ね、伸びやかにやってるのを見て、私でも大丈夫かなと思って、登壇した次第です。これからも頑張っていきましょう。ありがとうございます。ありがとうございます。鳥山敦先生でした。本当に、まあ、日本政府に言ってるだけではもう聞く耳を持ってくれないと、まあ、今まで沖縄はずっと日本政府に物を言ってきたと思うんですけど、まあ、それが無視し続けて、ここまで来たんだと。で、この戦争法案、安保法案で日本国民のその認識っていうのがより深まったんじゃないのかなというふうに自分は感じています。これだけの本当に今までは、まあ、無関心だと言われていた若者だったり、あるいは、まあ、ママさん、母親たちだったり、それから中高年で働いている方々も立ち上がって全国で運動が展開されて、まあ、それにもかかわらず、まあ、まだ成立したとはいえ少し法的な欠陥もあるらしい。この安保法案に対してそれで、まあ、動きがこんなに起きたわけですよね。で、まあ、それでも全然聞いてもらえないっていうことで、まあ、ぜひそこから沖縄に目を向けて、これから行われる野中さんの演説っていうのを聞いて、ぜひ辺野古の基地、それから沖縄の他の軍事基地にも目を向けて考えて、一緒に行動していけたらと思います。じゃあちょっとだけ氷やってからまた次学生のスピーチ行きたいなと思います。はい、はい、こんにちは。こんにちは。ちょっとね、曇ってきたんで、こう皆さんの声で雲をちょっと吹っ飛ばしちゃおうかなと思うんですけど、じゃあハイサイで、じゃあちょっと雲飛ばしますか、一旦。じゃあ行きます、せーの、ハイサイ。ハイサイ、イエーイ。おお、晴れました。晴れましたね、これね。晴れました。もうみんなの声で飛んだ。そう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 、すごい。じゃあもうこの今もう一気に場が盛り上がったんで、ちょっとアップテンポな感じの交流やちょっとやってみていいですか。じゃあ音楽、会社さん大きめに、大きめに、ダン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 。戦争反対、戦争反対、戦争反対。
戦争反対、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 どこが平和な戦争法案、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 勝手に決めんな、勝手に決めんな、勝手に決めんな、勝手に決めるな、ヘリクツ言う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 な、辺野古を守れ、辺野古を守れ、辺野古を守れ、天馬返せ、天馬返せ、天馬返せ、沖縄返せ、栄えを守れ。ペースが変わってきました。おっと、まあ、どうするか、ちょっと盛り上がっちゃうんで、あのもっとやるのがするんですけど、まあ、こんな感じで次のステージに行きたいなと思います。はい、じゃあ琉球大学5年生の石橋ゆりさんです。お願いします。昨日も徹夜で頑張ったそうなんで、もうぜひも集中して聴いてあげてください。こんにちは、皆さんお暑いところありがとうございます。お水飲みながら聴いてください。私は琉球大学の4年次の石橋ゆりと言います。私の出身は福岡で、大学に入ってから沖縄に来ました。私は沖縄に来て4年目になります。しかし今でもたくさんの人、沖縄に来て4年目になります。しかし今でもたくさんの人と話すうちに、自分が何のために学び何ができるのか分からなくなります。今私はこの場に立ち、発言することも迷い不安も感じています。しかし悩んでいるからこそ、一個人の学生が考えていることを一緒にこの場で考えてはいただけないでしょうか。ありがとうございます。私は先日初めてデモ行進のコールをしました。その時歩道を歩いている方に、うるさい、やめろと言われました。私は率直にこれは悲しかったです。これは確かに非難されることがショックだったのも事実ですが、それ以上に目も合っているのに、目の前にいるのに、私はその人のことを知ることもできず、私のことを知ってもらうこともできなかったからです。私はその人の名前も性格も年齢も知りません。その人も私の名前も性格も年齢も知りません。きっと知らないからこそ、怒鳴られて傷つくのだと思います。自分以外の誰かが自分と違う意見を持っていることは当然のことだと思います。私の友達にも、辺野古に基地が移るぐらいなら普天間に基地があった方がいいっていう子や、意見を持つことすら怖いという子もいます。しかし自分と違う意見を持っている子は、私が知らないことをたくさん知っています。私が持っていない感覚を持っています。私はそれを知るたびに、自分のこれまでの考えがぐちゃぐちゃになって、また整理できたと思ったらまたすぐぐちゃぐちゃになります。これの繰り返しです。でも知らないことは知らないと言って周りと壁を作るより、周りの人が考えていることを知って、また新たに自分の中で葛藤が起こる方が、真剣に考えて向き合って理解を深められているように感じます。だから私は武力を持って周りの人と壁を作る努力をするよりも、人のことを知り分かり合う努力をしたいです。これは理想論だと言われるかもしれません。しかし私は理想を持つことがいけないことだとは思えません。
理想がなければそこに到達するための道筋も、そのためにすべき小さなことも見えなくなってしまうような気がします。確かに手段を考える上で意見がぶつかることはあると思います。しかし誰も戦場に行くことや家族や友人恋人が死ぬことを望んでいる人はいないと思います。だからこそそれを避ける方法をまずは個人で考えて共有し、みんなで考えて理解を深めることが必要なのではないでしょうか。とは言っても私はやっぱり自分の意見を言って誰かに批判されることはやっぱりとっても怖いと感じています。私自身人の顔色を伺いながら話をしてしまう癖はなかなか治りません。また理解を深めようと議論した後も自分が何ができるのかわからなくなって結局結論が出ないことも本当にたくさんあります。でもまずは感じていること、考えていること、思ったことを自然に話せる場が雰囲気を大切にしたいです。それが私にとって理想に近づくための一つのステップだと思っています。最後に、皆さんもご存知の通り今日参議院の本会議で安保関連法が可決成立しました。私は今後これが沖縄にどう影響するのかとても不安に思っています。また議員の中には議論をし尽くしたという議員もいますが、私はその言葉に疑問を感じます。議論は時間ではないはずです。焦点となる問題について憲法、市民の視点に基づいてしっかりと理解が深まる議論がなされたでしょうか。これは沖縄における議論も同様です。これまで沖縄が日米安保地位協定によって犠牲になってきたことに思いを馳せ痛みを感じようとしてきたでしょうか。私自身福岡出身で本土で生まれた人間です。沖縄のおばあちゃんに話を聞くとき、当時の人にしかこの気持ちはわからんよって言われたとき、とても苦しかったことを覚えています。本当にその通りだからです。私は当時の人たちの思いを知ることもできないし、さらに言えば自分のそばにいる21年間沖縄で育ってきて生まれて育ってきた子たちの感覚も本当には理解することはできません。しかし知らない、わからないから考えなくていいということにはならないと思っています。知らないしわからないからこそ想像し、知ろうと考えようと努力することが大事なのではないかと思います。私はこれからもその努力をし続けたいと思います。長い間ありがとうございました。ありがとうございます。本当に福岡出身ということで、本当に自分たちもシールズっていう風にした一つのその理由として、やっぱり、沖縄対本土じゃないんだと、一緒にこの、特に基地問題に関して、それから他にも経済問題もいろんな似たような問題を抱えている、その問題を一緒に解決していこうということで、その名前を付けたっていう一つの理由もあるんですね。だから確かにその、本当に理解できない、自分もおじいちゃんおばあちゃんたちの苦しみ、お父さんお母さん、その世代の苦しみっていうのを本当には理解できない中で、またじゃあそれは本のいわゆるその本土の人と言われる人たちとも一緒だとは思うんですね。なのでその、本当にちっちゃい違いはあるとは思うんですけど、一緒に手を取り合って今後も問題に対して考えて、それから行動していきたいと、そういうふうに思います。ありがとうございました。じゃあコールをちょっとだけやって、また次のスピーチに行きましょうね。はい、子供を守れ、未来を守れ、未来を守れ、戦争反対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 。
な。憲法を守れ。憲法を守れ。子供を守れ。子供を守れ。命を守れ。命を守れ。戦争反対。戦争反対。戦争法案絶対反対。はい、ありがとうございます。じゃあ次早速あのママさんの反復関連法に反対するママの会沖縄の与那覇さんのスピーチに行きたいと思います。よろしくお願いします。私はママの会アット沖縄代表与那覇です。出身は読谷です。読谷を戦後約 95% の軍用米軍基地に占領されながらも村民が立ち上がって返還してきました。また読谷には無線を誓う者が色濃く残っています。そんな環境で私たちは育ってきました。今回はママの会アットマーク代表ということですが、私は頭も良くないので頭のいい話はできないので、私が実際に辺野古に行ってさまざまな人に出会って、その人たちからいろいろ聞いてきたこと、出会ったこと、今の社会や政府に対する思いを率直に伝えます。今地球上に住んでいる人々、子供も大人も本当に幸せですか？平和ですか？森が消え、土地が荒れ、生き物が消え、食べ物が足りない、きれいな水が飲めない、難民が生まれる、戦争が起こる、子供が働かせられる、貧富の差が広がる、さまざまな問題があります。世界の先進国が正しくお金を使えば、正しいものを作り出せば、この問題は解決できるはずなのに、先進国がしていることは何でしょう。法律を変え、武器を作り、自衛隊を戦地に送り出す、私たちの血税を戦争のために使っています。そして私たち国民も便利を求めすぎ、欲が次から次へと出てきます。消費者を利用し、さまざまなものを作り出す企業、しかし景気が回復しない、戦争してでも回復させようという考えに行き着く、今先進国の欲深さゆえに地球上のさまざまな人を苦しめています。沖縄だけが、日本だけが平和になるのでなく、私たちの生活を見直し、経済を見直し、地球上の人々の平和幸せにつながることを選択していくべきです。そうです、私たちの生活を心豊かにしてくれるものは人です。人と楽しい時間を共有する、苦しいとき、悲しいときは話を聞いてもらい、痛みを共有する。アメリカも中国も日本も全ての人が心をより寄せ合わせることは絶対に可能です。これができるのは残念ながら、同じ人でありながら安倍さんではなかった、安倍政権ではなかった。じゃあ誰ができるのか、私たち国民です。さまざまな情報に惑わされず、話し合い、歴史を振り返り、正しい歴史を知る、やはり学ぶことで知ることが一番です、一番必要です。だからどんな人も絶対に死なせたくない、殺させたくない、戦争なんかすべきことではないのです。私の友人や親族に警察官とか自衛隊がいます。大切な人たちを戦争に、その大切な人たちを戦争に加担させようとしています。私がその友人や親族を大切に思うように、人にはそれぞれ大切な人が必ずいます。だからこそ今できることをしないなんて傍観者、無関心だったことに絶対に、あ、ごめんなさい間違っただからこそ今できることをしないなんてもったいないです。特に子を持つ親は傍観者、無関心だったことに後悔します。親は子に何かあれば絶対に自分を責めます。そんな思いなんかしたくないし、させたくない。だからデモに参加しましょう、選挙に
きましょう。絶対に安倍政権を倒しましょう。ヤシが安倍さんに感謝です。私たち国民の目を覚まさせてくれてありがとうございます。これからも頑張っていきましょう。絶対に諦めないです。短いですがこれで私のスピーチは終わりたいと思います。ありがとうございました。ありがとうございます。確かに今ピンチかもしれないですけど大チャンスだと僕も思います。やっぱこうね、日本が憲法を守れば法治国家がじゃなくなるっていう危険性で今本当日本沖縄県外の日本本土にいる人たちも危険だと思ってるんで、もうなんで一緒に逆にこう溝とか全然なくてこう一緒にやばいからってことで手を取り合える大チャンスだなってもう本当思うんで、もうどんどん沖縄からガンガン元気よくいっちゃいましょう。イエーイ。はい、ありがとうございました。コールですか。じゃあママさんのコールも行きたいと思います。すげえ下手くそですがついてきてください。戦争させない、戦争させない、戦争させない、子供を守ろう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 、戦争させない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 、大人も守ろう、大人も守ろう、戦争させない、戦争させない、辺野古を守ろう、辺野古を守ろう、戦争させない、戦争させない、抱えを守ろう、抱えを守ろう、戦争のための法案いらない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 、誰の子供も殺させない、誰の子供も殺させない、戦争のための基地はいらない、戦争のための基地はいらない、誰の子供も殺させない、誰の子供も殺させない、ママたちだって戦争反対、ママたちだって戦争反対、パパたちだって戦争反対、パパたちだって戦争反対、子供だって戦争反対、子供だって戦争反対、ワラビンちゃんも戦争反対、ワラビンちゃんも戦争反対。ありがとうございます。ママさんの力すごいですね。じゃあ次のスピーチに参りたいと思います。先月のデモでもアピールでもお世話になりました。本当にめちゃくちゃ盛り上がりました。高田哲美さんです。よろしくお願いします。お願いします。はい、皆さんこんにちは。暑いですね、やっぱり沖縄は。皆さんの気持ちはもっと暑いね。えもう昨日本当に1時間ごとにですねテレビをつけてはもうまだか大変だみたいなね、そういう感じで見たみんな一緒にいたと思います。でもこれからがまだまだ国民の力を示す時ということですね。今日は、ね、若者中心のということですけども、私も40数年前は若者でした。その若者の時は何だったかというともう復帰の時です。私は琉球政府立那覇高校の卒業です。で琉球政府っていうのはここにありました。でここにあってこの広場はですね、県民が集まって寝っ転がってはもう芝生の、ね土地でしたので、空を見ながらですね寝っ転がって将来どうなるんだろうと沖縄はそう思ってたんですね。そして返還協定がありました。その返還協定では沖縄が日本に復帰をするわけですけれども、その時にですねやっぱり沖縄の人たちがこのまんまの人権問題がね、人権侵害がそのままある中で基地をたくさん残したまんま沖縄を返還するっていうのはおかしいんじゃないかということで反対をしたわけです。そこで日本政府はどう言ったのか、あんまり基地反対をすると返還しないよと、沖縄そのものを日本に復帰させないよと、そういうふうに近いことを言ったわけです。そして仕方がないと、その時にですね、まあとにかく日本に復帰をして徐々に基地はなくせばいい、そう言ったわけです。そして国会ではですねどういう決議がされたかというと、大幅な速やかな
沖縄の米軍基地の整理しようというのが決議されたんですよ、43年前に。何ですか今、全然変わってないですね。やり方も全く同じということになります。辺野古、ね、普天間を危険性から除去して返さないと。辺野古作るよ、辺野古にするよ、辺野古を作らないと普天間そのままだよ、全く同じようなことを言ってるわけですね。だからそれは非常に問題だということですね。そしてもう歴史から言うとね、今43年前に飛びましたけども、70年前ですね、沖縄戦のことを考えると、沖縄戦というのは本当にここの中で20何万のですね命が消えてったわけですよ。でそれを反省のもとで沖縄の中ではですね、もうすでに日本国憲法の考え方はみんなの中に溢れてるんですよ、当たり前のごとく。それはそうでしょう。誰が沖縄で戦争すると決めたんですか。大事なことは国民で決めましょう、みんなの命がかかることは国民で決めましょうっていうのが憲法の国民主権です。非常に分かりやすい。平和主義という、戦争放棄という、なんで戦争放棄するのか、国民の命をですよ、為政者の考え方で戦争に送ったらこれは大変なことになると。戦争は勝つも負けるもない。連合国が確かに戦勝国と言います。じゃあ連合国は何の被害もなかったのかということです。ロンドンも空爆を受けてる、中国も空爆を受けてる、たくさんの人が死んでるんですよ。それをなくしましょうというのが日本国憲法なんです。非常に分かりやすいことなんです。そして私たちの人権ですね、今民意がどうであろうとこの法案を通すと言ったわけですよ、何ヶ月か前にね。民意って何ですか。政府の意思じゃないんですよ、国民の意思です。国民の意思というのをね、全然考えてない。民意がどうであれこの法案を通すと言ったのはもう見え見えです。これは国民を大事にしなくて国をということになってしまうんですね。戦前の問題というのが、国がとにかく国民より上で一番大事だという価値観なんです。そうじゃなくて国民が大事だ、国民一人一人の人権が大事だというのがこの憲法なんです。そしてこの憲法で言ってるのはですね、生まれながらに持っている永久に犯すことができない権利なんです。これ法律でもってもダメなんです。この権利を侵害することはできない、法律でも。それは憲法があるから。で私たちは福祉、年金をもらいね、いろいろ若い人はまた働き、労働基本権がありですから、なぜ私たちがこういう福祉社会になっていったのか、これ憲法が書いてるからなんですよ。その前の時代はないんです、そんなことは。だからこの政府にこういうことをやれと言ってるのが憲法なんですので、今回の憲法の力ですね、これ明らかにこれまでの自民党政府でさえ言ってこなかった、やってこなかったことをやってしまってるんです。こんなことが起こらないように憲法が作られてるんですよ。まさかこんなのが出てると思わなかった、本当に。もう憲法をねここまで教えてきて、もう残念の限り、残念の限りで。ですから国民は半年経っても1年経っても2年経っても3年経ってもこの問題というのをずっと維持するだけじゃなくて、もっと大きくこの問題というのを考えて、大きな力でね、今日の未明の問題というのを本当にぶつけていきましょう。はい、やっぱり抗議、何分ぐらいでした、10分ぐらいでしたか、ね、今10分間の抗議でした。どうもありがとうございました。ありがとうございます。いつみさん、コールお願いします。ますか、やったー、お願いします。はい、ちょっとメタボですけれども車が揺れるかもしれませんが、ちょっと乗っていきましょうね。まあ、私の前では憲法をねやってますので、その憲法の関係でずっとコールをしていきたいと思います。ちょっと
まっせ。あ、行くぜ。行くぜ。憲法を守れ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 。球場を守れ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 。平和を守れ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 。主権者だ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 。日本は平和だ。日本は平和だ。日本の平和。日本は平和だ。我らが守ろう。我らが守ろう。憲法を守れ。憲法を守ろう。憲法を守ろう。憲法を守ろう。沖縄を守ろう。沖縄を守ろう。辺野古を守ろう。辺野古を守ろう。高台を守ろう。高台を守ろう。普天間返せ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 。沖縄を返せ。沖縄返せ。沖縄返せ。沖縄返せ。ぶちど宝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 。頑張れ、頑張れ、みんなで、みんなで、頑張るぞ、頑張るぞ。はい、よろしく、終わりでございます。すごい。いやー、もうノリノリでめちゃくちゃうまい、本当に。もう顔負けですね、本当に。これからもコール担当で呼んでも大丈夫なぐらいの。本当に。ありがとうございます。皆さん、ちょっと挟むんですけど、このアピール、私たちのアピール、今日本当は5時までってなんです。あ、5時までってな、5時までってお伝えしているんですが、この会場自体は6時まで片付け等も含めて借りています。それで申し訳ございません。なんか最初のちょっとしたごちゃごちゃで時間が15分20分延びて。いますので、このまま私たちのスケジュールで続行したいと思います。 でもそうですね、皆さんのお時間が許す限り私たちのアピール聞いていただけたらなって思ってますので、よろしくお願いします。あとあちらの方に T シャツ、僕たちが着てる T シャツがあるんですけども、2500円のカンパをしていただけましたら、T シャツを本当にありがとうございますという形で渡させていただけますので、もし興味がある方いらっしゃいましたら、スピーチの後とかでも、スピーチ、後とかですね、あっち行ってちらっと見てください。以上です。次のスピーチをする方発表します。藤原奈緒さんです。泣き人村出身の子です。はい、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 今高知の大学で2年生しております、奈緒です。ヤンバル出身です。ちょっと今日は元気のいいこと言います。残念なことに安全保障関連法案が可決されてしまいました。12人もの人が一度に国会前に集まったのに、また昨日一昨日とその前の日だってあれだけの人が反対の声を上げたのに、政府の思惑通り強行採決されてしまいました。なんで、信じられない思いでいっぱいです。その一方でちょっとだけ冷やかに事態を見ている自分もいます。歴史を振り返ってみると、沖縄は戦前も戦後もずっとこんな風、国とかもしくは琉球政府とかからないがしろにされて、沖縄の人々はなんでなんでって傷ついてばっかりだった。人々は戦時中は守ってくれるはずの日本兵からも差別され、艦砲射撃の標的にされました。その後アメリカ兵では多くの人が基地のための土地の強制収容によって生活の場を追われ、度重なる理不尽な暴力に怯えながら基地との強制を余儀なくされてきた。72年にやっと新しい日本の憲法のもとにたどり着いたと思って復帰したら、そこでも日米両方の権力者から虐げられる苦しみっていうのから解放されることはなかった。それは復帰から40年余りが経った今でさえ続いています。小長知事が10万票差で当選して辺野古断念を掲げたオール沖縄体制が作られて、新基地は作らせないってはっきり言ってる。今週はついに埋め立ての承認撤回にも踏み切りました。
なのにそれを意にも介さず工事は粛々と進められています。なんでってみんな口でなんでって言うけどさ、だいたいもう分かってきてると思うんですよね。日本政府はその程度だったってことですよ。もう民意に寄り添うも何もないんですよ。はい、これはここ決まっていますからね。説明したからいいでしょ。これで終了です。日本を取り巻く安全保障環境の変化って、見えない敵をほのめかして今って安保法制が必要になるくらい危険な状況なんだってみんなが思い込むように世論を動かしていく、そんな風にして戦争を容認し肯定し美化し自ら戦争へ突き進んでいく社会を社会にしようとしていることが今の国のやり方です。その本音が、政府の仕事は丁寧に国民に説明することという、本来なら下から上へ通されるはずの民主主義、国民主権を小馬鹿にしたような言い方に現れています。まあしかし何はともあれ、安保法案が出てきてようやく政府のデタラメさが全国に暴露されました。みんなやっと気づいたんだね。今さらね、まあいいさ、これからみんなで一緒に日本変えていこう。沖縄の民衆たちの歴史を背負ってきた若者として今そんな気持ちすら感じています。安保法制もさることながら辺野古の状況もおかしなことになっています。今作られようとしている基地が普天間の代替施設なのではなく、耐用年数200年で軍港を兼ね備えた紛れもない新基地だということ、そしてそれが国とアメリカと軍需産業の利権が絡んだ戦争ビジネスだと、戦争ビジネスの一部だということはいよいよ明らかになってきました。どうしても戦争したいがために無理やり採決した安保法制と根っこの部分は一緒です。もちろん国家権力を使って市民を弾圧しようとしているのも同じです。辺野古に行くようになって約1年、内地の大学に行って工事が始まって楽しって、周りの友達や先生に意見を求められても何も答えられず、事実をこの目で見たいと思って足を運んだのが最初でした。行けば行くほど名護東海岸の美しい地域が好きになっていきました。しかし同時に反対する人々を押しのけて入っていく作業者、それを防御するように立ち並ぶ何十人もの警官隊を見てすごい泣きたい気持ちになりました。何のために誰のためにこの現実があるわけ、何のために美しいあそこにしかない、もうなんでこんな色してるのってぐらい青い海が壊されるの。海を壊して飛行場を作ってそこから飛び立つ飛行機はどこに行くわけ。どうして同じ立場に立てるはずの人々が憎しみ合っているの、そこに得する人誰もいないでしょ。得する人はいつも高みの見物台で上等の椅子にふんぞり返ってニヤニヤしながら私たちを見下しているんじゃないわけ。そしてそういう偉い人たちに限って平和国家としての誇りを持ってとか言うけどではならない。そして何より他国の人々が受ける戦争被害の上に成り立っている、そんな平和はいりません。そんなもの平和でも何でもない、本当の平和が欲しい。私たち若者はこれまで70年間沖縄で抑圧に抵抗してきたおじいおばあ世代、おっとおっかあ世代の人々と同じように本当の平和というものを求めています。武力によって平和を作る私たちはそんなたわごとには騙されません。その家族を異教の地に取り残し、あ、違う70年前敗戦と同時にスタートを切った平和国家日本は沖縄をアメリカに売り渡し、多くの兵やその家族を異教の地に取り残したまま在日外国人の差別抑圧を黙認し、他国の戦争へ協力しながら経済発展を遂げてきました。そんな上っ面だけの平和にも今揺らぎが訪れています。ここで沖縄の若者としてはっきり言いたい。
始まっていなかったのなら私たちが始めればいいさ。本当の民主主義と本当の平和を。70年間、いやそれよりもっと長い間、沖縄の人が求め続けてきたものを、沖縄のことは沖縄が決める。官僚、大企業、そういう一部の人々の都合しか考えない、政府のやることに従ってなんかいられません。何を新しく生み出し、何を守り通し、次の世代に伝えていくのかは、ここで暮らしている私たちが決めましょう。尾長さんが私たち民衆の立場に立とうという姿勢を貫いていることを切に願って、思いを託して応援しています。日本全国いろんな問題がありますが、私たちの真っ当な主張が日本全国を立ち上がらせる起爆剤となっていくことを信じて、胸を張って訴えていきたいと思います。ありがとうございました。いやー、もう聞いてて鳥肌が止まらなくて、もう涙も出そうな感じになっちゃったんですけど、本当に激アツのスピーチでした。ありがとうございました。なお、コールします。コールオッケー、コールお願いします。じゃあ、平和を作ろう、平和を作ろう、誰も殺すな、誰も殺すな、海を海を残そう、森を残そう、森を残そう、辺野古の新基地建設いらない、辺野古の新基地建設いらない、高江のヘリ基地建設いらない、高江のヘリ基地建設いらない、どこか平和だ戦争法案、どこか平和だ戦争法案、いつまで続ける安全瀕死は、続ける安全神話、平和にチャンスを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 、沖縄にチャンスを、沖縄にチャンスを。ありがとうございました。素晴らしい、勢いがありますね。もうわざわざやっぱ高知からこう今日のために駆けつけてくれたんでね、もう本当に並々ならぬ思いをもうぶつけてくれて、僕たちも感じることができました。本当にありがとうございました。皆さんもう一度大きな拍手をお願いします。次は、じゃあ僕を紹介していいですか。はい、島ぐるみ会議でも本当に一人でも何十人分の仕事をやってるかっていうぐらい毎日携帯をね、あの耳にくっつけている今回国連の代表なんですよね。僕たちの身近にいて本当に支えになってくるお姉さん的存在の徳森リマさんです。ではお願いします。皆さん、ハイタイ。今日はわざわざお休みの日にこうやって集まってくださりありがとうございます。私は徳森リマと言います。島ぐるみ会議という団体でお手伝いをしています。こうやって皆さんの前でお話しさせていただくことはあんまりなくて、今日はとっても緊張しているんですけれども、よろしくお願いします。今日は私が米軍基地問題をはじめ沖縄問題に取り組むようになったきっかけをお話しさせてください。私は、私の父は日系ペルー人なんですけれども、私の名前がリマっていうのはお父さんの生まれたペルーのリマ市から取っています。私自身小さい時は南米に住んでいまして、ウルグアイとブラジルに住んでいました。沖縄で生まれて8歳の時にブラジルから帰ってきたんですけれども、その時、クラスメートの子たちから、ブラジル人帰れってちょっと冷たい言葉を言われたんですね。とってもショックだったんですけど、その時にいろいろなことを考えることが始まりました。自分は一体何なのかとかもそうですし、ブラジルにとっても帰りたいとも思ったけどもう帰れない、本当になんか世界中でなんか自分が一人ぼっちみたいな気持ちを抱えながら結構暗い子供時代を過ごしてきました。でも、
その時はですね、私のお父さんは日系ペルー人でお家でスペイン語使ったりしてたんですけれども、そのこともあってブラジル人って言われてるけど、私は沖縄の名前と顔だし、なんかなんでブラジル人じゃないのに、でもお父さんはスペイン語喋るし、一体何年なんだろうっていう、すごいチャンプルーなお家の中で育ってたので余計複雑に思ってました。単純になんか違うよ、外国人じゃないよとか言い切れないお家だったので、でそれでもう本当に高校に卒業するまで自分のコミュニティがないということを肌で感じてきて、いつも自分は誰かと違うんだ、みんなと違うんだっていう気持ちがどこかにあって、本当にこう人と仲良くなることが難しいなと思う時が多かったです。でも大学に入って私は変わりました。それは大学で移民について勉強する機会があったからです。移民とか日系人って言葉あんまり聞かれることが少ないかもしれないですけど、でも沖縄ではとっても大事な言葉で、沖縄は100年以上前とっても貧しくて、琉球処分の後にとっても貧しくなって、みんな外に海外に出て沖縄の親戚を支えるためにたくさん沖縄の人が海外に出ていきました。そして今でも海外で頑張ってるうちなんちゅの子孫たちはいるし、沖縄にまた戻ってきて親戚と暮らしたり新しい生活を始める人たちもたくさんいます。大学でその移民について勉強した時、私は初めて自分に自信が持てるようになりました。私がなんでここにいるのかとか、お父さんたちがなんでスペイン語を喋るのか、どうして沖縄から南米に行かなきゃいけなかったのか、いろんなことが分かるようになって、初めて自分のことを好きだと思えるようになりました。私はずっと一人ぼっちで寂しいと思ってたけど、その時とってもうちなんちゅになりたいと思ってきました。でもそうやって勉強することによって、初めて自分のことをうちなんちゅだと思えるようになりました。そして同時に思ったんです。沖縄の歴史、沖縄の視点で見た時、私がここにいるのはとても当然なことなのに、沖縄のことを勉強できない、沖縄の歴史を学ぶことができないのはおかしいんじゃないかって思ったんです。沖縄の歴史から見たら、そうやってうちなんちゅが外に出ていったことはとても欠かせないことです。皆さんの中にもきっと海外に親戚がいるっていう人もいると思います。でもそれは昔のことではなくて今のことなんです。歴史はつながっているんです。今沖縄にいる皆さんにとってもつながっていて、その海外に親戚がいることもすごいことですけれども、それで止まってはいけないと私は思ったんです。もっとそのことを大事にしていける沖縄を作っていかないといけないんじゃないかなと思ったんです。沖縄の人の手によって沖縄の教育を作る必要があると思いました。基地問題についてもそうなんです。沖縄の声を聞かずに沖縄のことを勝手に決められる、それはとってもおかしいことだと思います。私は沖縄が大好きです。それは私が一人ぼっちだと思っていた時も、沖縄の人たちはとっても優しかったです。友達も優しかったです。友達の家族も優しかったです。私のお父さんはペルー系ですけれども、お母さんは沖縄の人です。お母さんもお母さんのお母さんもみんなとっても優しかったです。私は沖縄の人たちがとっても大好きです。沖縄の自然も好きです。私が寂しい時、外に出て夜外に出たら、いつも空は優しくしてくれていたし、ヤンバルに行けばヤンバルの自然はとっても私に優しくしてくれました。こんな沖縄をずっと基地を置いていて苦しめるのは私は本当に許せないんです。琉球処分の後、私たちの島は武力で併合されて日本となって、島の外から戦が運ばれてきました。沖縄戦で捨て石にされて、その後も切り捨てられて、米軍占領、本土復帰、その後も基地が残ったままです。ずっと基地の被害に遭っています。沖縄の人たちは10万人集会も何回も開いてきました。でも変わらない。なぜだと思いますか？それは日本のシステムが沖縄の犠牲の上に成り立っているからです。このままじゃ沖縄は救われることはないと私は思っています。今日、翁長知事が国連の人権理事会に向けて旅立ちました。これまで日本史上、県知事が国連に行って人権問題を訴えるということはありませんでした。それはなぜでしょうか？普通だったら国内の問題だということで、国の中にあるシステムでこういった被害は解決されるべきはずなんです。でも今の日本ではこんなことはできないんです。
いつまでもいつまでも沖縄はシステムの中で犠牲になってしまうんです。だから外に助けを求めに行かないといけないんです。私たちは声を上げなきゃいけないんです。上げなきゃいけないんです。そしておかしいということを自覚して声を上げなきゃいけないと思います。すいません、2年前尾長さんが東京に沖縄の原爆症の大行進で沖縄に来た時こういうスピーチをしていました。沖縄県民は目覚めました。もう元には戻れません。変わりません。日本国もどうか変わっていただきたい。安倍総理は日本を取り戻すと言ってますが、この中に沖縄は入っているのでしょうか。私はこのスピーチを読んだ時、聞いた時鳥肌が立って、この人の体を通して沖縄の声を外に伝えたいと思いました。その後知事選があると知って大学院を卒業して沖縄に帰ってきて、何としてでも沖縄の声を大きく出すために選挙で頑張らなきゃと思ってがむしゃらにやりました。その後尾長知事が誕生した後、6月に知事がアメリカに行くとき無理やりくっついて行ったんですけれども、そのアメリカに行く日ですね、ここで止まっていたタクシーを捕まえて運転手のおじさんに、今から私知事のアメリカ行きにくっついていくんですっていうことを話したら、そのおじさんが言ったんです。あ、僕もね、なんとか基金っていうやつに3000円入れたんだよ、頑張ってねって全く見ず知らずの私に言ってくれたんです。そして知事がアメリカに行って、アメリカの議員の人たちや政府高官に話をしてきたと、ワシントンの地にいる知事を見たときに私はとても感じました。去年の今頃、まだ別の人が知事でした。私たちは歴史を変えたと思います。自分たちが一人一人主体的に動いて自分たちの声を伝えるために、みんなが一生懸命動いた結果、みんなが伝えたい声を持った知事を生まれさせ、リーダーを生まれさせて、その声を外に運んでいった。それが6月にはワシントンに届けたし、今回は国連という場まで運ぶことができたんです。沖縄は本当に今歴史を変えていると思います。タクシーに乗った運転手のおじさんはたった3000円だけどねって言ってたんですけど、私はとってもすごいことだと思います。みんなの小さな小さな思いがたくさん集まって、こうやって今日という一日が私はできたんだと思っています。私もこのあと実はすぐ空港に行ってジュネーブまで行ってお手伝いをしてくるんですけれども、今日ここで皆さんと会えたことでとってもエネルギーをもらえて本当に良かったなと思います。ごめんなさい、もうちょっとだけよくいろんな人になんでそんなに頑張るのって言われるんです。それは私自身と約束したからです。子供の時の私と約束したんです。もう寂しい世界は作りたくないって約束したんです。沖縄には私みたいな人がたくさんいると思います。移民はおかしいことでもないし、歴史の中で沖縄の流れの中でとても自然なこと、そんな100年前のことじゃなくて、今すでにたくさんの沖縄に新しい人たちが入ったり出たり、また沖縄であることをもっと感じて生きていきたいけど、寂しさを抱えている人たちもちょっとうまく説明できないんですけどやっぱりそうやって自分っていうことを形作るときにどこか欠けた部分があって寂しさを感じてたので、ちょっと思っちゃったですけど、その寂しくない世界を作るっていう自分自身の約束のために頑張ってきました。もう私以外に悲しい思いをこの沖縄の子どもたちにさせたくない、そう思ってるから私は走り続けたいと思っています。私は沖縄に救われました。沖縄の人たちの優しさに、自然に、だから恩返しをしたいと思っています。その気持ちでできることは全力で頑張りたいと思っています。皆さん今日はどうもありがとうございます。じゃあ皆さんコールよろしくお願いします。イエーイ。
子供を守れ、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 未来を守れ、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 自由を守ろう、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 沖縄守ろう、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 ずっと聞かせるバンド沖縄が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 、めちゃくちゃ泣いてる人いましたね、スピーチの時。俺ももう泣いちゃってマジで、もう斜め後ろめっちゃ見てたんですけどね、本当にもうね、もうあえて何も言いませんけども、もうはい、皆さんの言葉ね、生の言葉の力本当にすごいねぐらいしか言えないですね、本当に。はい、まだ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 ではないですね、ラストですか、もうラストになりました。学生のスピーチなんですけども、彼も沖縄出身でですね、今は熊本の県立、熊本県立大学の4年生で通ってまして、それで今日スピーチするために熊本から来ています。じゃあお願いします。皆さんこんにちは。いや、ちょっとさっきのリマさんのスピーチ素晴らしすぎて、俺コールだけしてやめようかなと思ったけど、ダメね、ダメ、あ、すいません、聞きたい、大丈夫ですか。いや、ちょっとラストにふさわしいスピーチかどうか分かりませんけれども、皆さん聞いてください。私は小沢の出身で、今熊本県立大学4年の菊村と言います。僕は今安保法制に反対する、熊本の学生有志の団体で、抗議活動をしてきました。あら、このグループは安保法制ワンイッシュで、ワンイッシュを掲げていましたので、先週実は熊本で、安保法制反対のデモがあったんですけれども、その時まで辺野古と高江の問題について僕が言及することはありませんでした。っていうか、そうですね、ちょっと参加者が減るのをちょっと恐れていたのかもしれません。それでちょっと安保法制のことばっかりやって、せっかく僕らは内南中で熊本で活動しているのに声を上げるっていうことを避けてきたかもしれません。先月の下旬、8月の下旬に初めて辺野古を訪れたんです。ちょっと恥ずかしい話ですけれども、初めて辺野古を訪れました。その時にこれまでの考えが非常に自分は愚かだったと思っていうことに気づかされました。辺野古と高江の豊かな自然を絶対に壊しちゃならない。そもそも安保法制と沖縄が抱える基地問題は別問題ではありません。だから先週の熊本でのデモで辺野古と高江の問題についてはっきりと反対の意思を表明して、その熊本の皆さんにも反対をお願いしてきました。熊本県の、天草市からは辺野古埋め立ての土砂が搬出される予定ですので、それも全力で阻止していきたいと思っております。現在沖縄の基地問題に関する抗議活動や
抗議行動や活動は全国的に広がっています。私もその活動の一つとなるべくやっていきますので、権力に負けずに一緒に全国手をつないで頑張っていきましょう。安保法制に関しては、安保法制に関しては首相は国民はそのうち忘れるというようなことを言っていましたが、これは本当に国民をバカにした発言で、絶対に許されるべきではありません。しかし自分気づいたんですけれども、もしかしたら僕は実際に国からバカにされるような国民になっていたのではないのかなって思い始めて、でなんでかっていうと、学校教育ではまともな日本史を教えられない、近隣諸国からなぜ日本が政治的に孤立しているのかもわからない、なぜ朝鮮半島は分断されて同じ民族同士でいがみ合っているのかも自分は分かりませんでした。政府が今他国共有論を煽っていますけれども、日本は外からどう 見えているのかなって僕は非常に疑問に思います。その上、剣刊剣中本がごく自然と本屋にあふれていて、それに対しても私は何も思いませんでした。今まで沖縄の歴史も知らず、琉球王国がいつまで存在していたのかとかも、自分の母語であるはずの島クトゥバ、これがなぜ自分が話せないのかも考えたことすら今までありませんでした。自分は日本人であると高校生の頃まで疑いませんでしたが、高校卒業後大和に出て、自分は果たして何人なのかっていうことが分からなくなった時もありました。だから国からしたら、あ、うちなんちは自分の歴史も知らないって嘲笑されているのかもしれません、もしかしたら。で自分は本当にバカだったと思います。自分は国にバカにされるような人間でしたが、僕みたいな人は決して少数派ではないと思っています。だから政府は平気で人をバカにするようなことが言えるんだと思います。現在日本の民主主義、立憲主義は完全に形骸化していると思います。だからといって僕らがもう諦めてしまったら、この国は専制政治国家となるのではないかってすごく恐れを抱いています。自分の将来や子や孫の世代のためにも僕は声を上げ続けます。子や孫の世代にのために声を上げ、また僕の祖父母はもう亡くなってしまったんですけれども、戦で多分僕らが想像できないほど辛い思いをしてきたと思います。そのおじいおばが天国で安らかに安心していられるためにも、僕たちが沖縄の自然と平和は自分たちの手によって取り戻されて、それが維持されなければなりません。それを実現するためにも声を上げて行動し続けましょう。今オール沖縄、今こそオール沖縄で手をつないで声を上げていくべきだと思います。いや、オールジャパン、あ、この前バークレーの議会が、そうね、辺野古反対を表明しました。沖縄オールオブザワールドになるんじゃないですか。皆さんそれを目指してこれからも頑張っていきましょう。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。自分も実はなんか同級生なんですよね、木村君と。俺高校一緒で、高3の時クラス一緒だったんですよ。でも、まあ、俺野球やってて彼はサッカーやってたんですけど、
こんなこと話す仲じゃなかったですよ。全然そんなもう普通にバカやってたりしてたんですけど、ね、なんかもうひょんなことから大学、まあ、内地行って、まあ、彼は熊本、俺は東京行って、それから、まあ、安保法案のことで、いろいろ活動してる時に、なんかいきなり電話がかかってきて、自治郎、俺も熊本でデモやりたいんだけどどうやったらいいのかなっていうふうに言ってきたんですよ。すごいなと思って、いや本当になんか、まあ、これ別に睦月君に限ったことじゃなくて、まあ、同級生で、すごいいつも見てるよ頑張ってるねって、今度参加するからっていうふうに言ってくれる友達がいたりとかして、本当に、まあ、やり続けることでそういった人たちが見えてくるっていうのは本当に嬉しいなというふうに思います。だから、まあ、この法案通っちゃいましたけど、まあ、これでね忘れるって言ってるわけですよ、まあ、シルバーウィークで、まあ、水曜日まで休みの方もいると思うんですけど、それでもうみんな忘れると、それでもうまたどんどん、まあ、特に沖縄だったらその岸のことを進めていけるというふうに思ってるんですけど、なめんなよマジで、そんなんじゃねえよ本当に。俺たちはまだまだ声を上げていきますよ。全然この法案おかしいし、手続き上も不備がある法案なんです。昨日国会前で川上弁護士、地方公聴会、神奈川で行われた地方公聴会に来てた川上弁護士が話したことを少しお伝えしたいと思います。地方公聴会、参議院の特別委員会で必ず報告をしないといけないんですよ。でもその報告をやらずに採決に入った、それは法的に言うと献血っていう、まあ、難しい漢字が書くんですけど、まあ、法的にその不備があるということで、この法案は手続き上、まあ、もう本当におかしい。でこれからは、まあ、今成立っていうふうに見出しに書いてましたけど、これからはもうこの法案を潰しに行く運動が始まっていくんだというふうにおっしゃっていました。この法案潰していきましょう。本当にまだまだ終わりじゃないですよ。こっから始まってるんですよ。俺たちはまだまだ諦めませんよ。今日はそれを考えて一人一人がここに集まってきてるんだと思います。もちろん、まあ、そのでこれから今どんどん進められているその辺野古のことに関して、尾長さん国連訪問して演説をして、この現状を、まあ、いかに人権侵害がひどいかと、沖縄が本土、まあ沖縄以外の都道府県とは違う扱いを受けているかということを話してくれると思います。なので私たちもこの安保法案の大きな流れを辺野古も一緒に含めて、これから本当にオール沖縄だけじゃなくてオールジャパン、それからオールオブザワールドを作っていきましょうよ。ありがとうございます。オール、じゃあコールいきます。戦争反対、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 沖縄なめんな、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 若者なめんな、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 学生なめんな、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 子供をなめんな、子供をなめんな、ママをなめんな、ママをなめんな、ママをなめんな、パパをなめんな、パパをなめんな、パパをなめんな、学者をなめんな、学者をなめんな、市民をなめるな、市民をなめんな、なめんな、国民なめんな、国民なめんな、人間なめんな、人間なめんな、戦争法案絶対反対、戦争法制絶対反対、戦争法制絶対反対、戦争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 反対、辺野古を守ろう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 、社会を守ろう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 、普天間返せ、普天間返せ、普天間返せ、沖縄ダメんな、沖縄ダメんな、沖縄ダメんな、県知事頑張れ、県知事頑張れ、県知事頑張れ、
んな沖縄なめんな沖縄なめんな沖縄なめんな平和を作ろう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 民主主義ってなんだこれだ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 立憲主義ってなんだこれだ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 平和主義ってなんだこれだ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  Tell me what democracy looks like Tell me what democracy looks like沖縄なめんな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 ありがとうございましたアピールに参加された方のために私たちがなぜシールズ沖縄じゃなくてシールズ琉球にしたのか、まあ、いろんなあの経緯もあるんですけど一つ、私が結構深く深くポイントに置いていることを皆さんに伝えたいと思います。そう沖縄には米軍基地がありますよね。で今最もスポットが当たっているというか全面的な問題でも、まあ、いろんな議論がされていますが普天間の問題辺野古の新基地移設の問題新基地建設の問題私たち学生10代、20代、30代っていうのはしっかり新聞見たりニュース聞いたりニュースを見たり本当に私たちがこれから考えていかなければならないんです。知事が、尾長知事が承認取り消しを表明しました。ですがあの政府の対応名護市長選でも県知事選でも衆院選でも沖縄の民意は明らかに示されました。県知事選なんて10万票差です。民意は明らかです。どうして私たちの民意が聞かれないのか。で沖縄がこれまで受けてきた差別暴力その流れっていうのはこれからも続けさせていいんですか。絶対にダメですよね。私だってこんな、なんだろう、自分の意見が通らない選挙に行っても自分が社会に主張しても振り向いてもらえない聞いてもらえないなんてそんなのひどすぎるし ましてや私たち市民だし決定権あるし私たちこのシールズのメンバーっていうのはもちろん安保法制も重点的に置いて議論したり話し合ったりしてきました。だけどこのメンバーみんなが集まった理由っていうのはもちろん米軍基地の問題なんですよ。自分たちの社会自分たちが生きていきたい社会はどんなものなのかっていうこともありました。私たちがこれから生きていく社会どう作っていくどう作っていけばいいのか。現内閣現与党のあの対応を見て私たちは今からどんな行動をしていけばいいのか誰から何を学べばいいのかということが問われていると思います。私たちは私たちシールズ琉球はさっきこの睦月さんが言った通り、まあ、日本人っていう感覚はあるものの沖縄県外から出て沖縄県外の人と会った時にあれなんか自分ってなんか違うってなんか皆さん一人ずつ感じるところがあると思うんです。私たちはそういう文化で生きてきたんです。私たちのおじいちゃんおばあちゃんたちが受け継いできたものを私たちがこれからも絶対に守り抜いていかないといけないと思いますし私たちはこれからも主張していきたいと思います。ごめんなさい長くなりましたがありがとうございます。
シールズ琉球か、ごめんなさい、それがポイントなんですよね。そうなんです、そうなんですよ。やっぱシールズ沖縄って聞くのとシールズ琉球って聞いた時のやっぱ琉球ってなったらんってなんか皆さん感づくと思うんですよ、反応ですよね。で、かもしれない、そういう場合もあると思います。それで私や私の友達複数ビシルズ琉球のメンバーで話した時に日本なんだっけですね、で、かもしれない、そういう場合もあると思います。それで私や私の友達複数ビシルズ琉球のメンバーで話した時に日本なんだけれども文化も違うし、なんだろう、言葉一つに対してのニュアンスだとか肌感覚がなんか違うんですよね。自分たちは日本に生きているはずで47都道府県のうちの一つの県であるはずなのに何か違う。で、そういうところも他の県外の場所と差をつけて歴史認識であるとか、これから歴史認識であるとか、こう沖縄がどういう経緯をたどって今私たちが沖縄で住んでるのか、沖縄の文化を肌で感じているのかっていうのをちょっとグループの長い視野を見通して決定しました。ごめんなさい、ちょっと長くなったんですが、何か、ありがとうございます。はい、まあ、そういうことで自分たちは、一つの行政区分じゃない沖縄って聞いたときに、他のね、鹿児島県だったり鳥取県だったり山形県だったり、そういったただ一つの行政区分県じゃない、違ったその琉球湖、その琉球諸島図としての広がりっていうのを意識したいと、それからこの沖縄が置かれてきた歴史、その琉球諸文から続くと言われるその歴史をぜひ多くの人に知ってもらいたい、そういうことで琉球っていう名前にそうしたんですよね。はい、で、そう、自分たちはこうやって行動をしてるわけですけど、やっぱりそのさっきから関心が自分たちはもともとなかったっていうように、まだまだ全然広がりは、難しいなと、なかなか動きって沖縄でその起こすの難しいなと感じて、いるんですけど、でもやっぱり今日こうやって一人一人たくさん集まってきてくれて本当にありがたいなと思ってます。で、ちょっと紹介したい、みんなも分かってると思うんですけど、加藤さんっていう元特攻隊の方、朝日新聞の投書をされてた方で、元予科連だったと、海軍飛行予科練習生だった方が、シールズのデモを見て、投書をしてくれたんですね。最後の方だけ読みたいなと思います。若かった我々が生まれ変わってデモ隊となって立ち並んでいるように感じた学生さんたちに心から感謝する。今のあなた方のようにこそ我々は生きていたかったのだと。で、自分たちは沖縄戦体験したおじいちゃんおばあちゃん、あるいはアジア太平洋戦争を体験したおじいちゃんおばあちゃんを持って、その話を聞けたメンバーもいますし、その話を聞けなかったメンバーもいます。でもやっぱり彼らはこの今日可決されてしまった安保法制に対して、あるいは今のこの日本の何か雰囲気に対してすごく違和感を感じて警鐘を鳴らしていました。で、その言葉をただ自分たちは伝えて語り継いでいくだけじゃなくて、こうやって路上に出て行動するっていう語り継ぎ方をやりたいと思ってるんですよ。これも語り継ぎの一つだと思いますよ。それは実際にもう元特攻隊員だった人も認めてくれてるわけです。今のあなたたちのようにこそ私たちは生きていきたかったんだと、その70年前特攻隊として基地から米軍艦隊に向かって、多くはそれが失敗に終わりましたけど、出撃していったその特攻隊員の方たちは今は私たちのように生きていたかったと、そういうふうに語ってくれてるわけです。なのでそういった思いも、それが強い、より強い沖縄でこそ私たちは受け継いで考えて行動していかなければいけないと思いますし、皆さん一人一人もそれが問われていると思います。だからこの、ね、デモは流行りだと、どうせひと夏の思い出作りだとか、そういったいうことを言う人がいるんですよね。だからデモの文化がだんだん馴染んでたと。でもそのデモの文化っていうのは二通りの、その意味があって、デモを
する文化、自分たちがこうやってデモをする文化と、でももう一つはデモを見守る文化っていうのもあるんじゃないのかなと思います。日本ってやっぱりこうやってやってたら、まあ、うるさいとかなんか迷惑とかそういったことを言う人がいますけど、そんなんじゃないですよ。デモやってるのをちゃんと見守ってあげましょうよ。どんな思想でも俺は認めますよ。あっちで避けてる人たちだってやっていいと思いますよ。でも中国人は帰れとか殺せとかそういったことは言っちゃいけない。それはヘイトスピーチは決してやっちゃいけない。もっと真っ当に話し合いをやっていきましょうよ。お互いを一人の人間として認めて、そこから悪いところは悪いっていうふうにちゃんと言って、いいところはいいというふうに言って、それで関係を作っていきましょうよ。それは武力じゃ決して作れないんですよ。日本は70年前にそれを誓ったんですよ。国連もそれを誓ったはずなのに、今の先進国はそれを実行してない。それを日本は実行して形を提示するべきですよ。示すべきですよ。そしてそれを沖縄から私たちはやっていきましょうよ。一人一人が考えて行動していきましょうよ。その能力は私たち一人一人にあるんですよ。必ずあります。ここで歩道を歩いている人たち一人一人だってその力はあるんです。これは無意味だ、無意味なことなんて決してないんです。気づいたら変わって、それから隣の人に話していって、家族に話していって、恋人に話していって、話しにくいかもしれないけど職場の隣の人にも話していったり、飲み会の席でちょろっと話したり、そういった風にどんどん広げていきましょうよ。しっかりそれ勉強して、本読んでそれから議論をしていくようにしましょうよ。もちろんまあ時間ないことも分かりますけど、新聞読んだりなるべく、ね、できる範囲でいいです。でもまあ学生はやっぱりその時間がたくさん、まあ、バイトで最近忙しいんですけど、まあ、その時間があるものとして、やはりその責任を負ってこれからを考えて勉強して行動し続けていきますよ。皆さんも一緒に、まあ、ついてくるだけじゃなくて、逆に俺たちを引っ張っていってほしいし、どん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 、まあ、応援もしてほしいです、いろんな面で、まあ、っていうので、まあ、この流れでね、今日もたくさんこんな機材用意して、一応ちょっとまあお金がかかってて、まあ、持ち出しでやっていくのはやっぱりきついんで、そういった面でも支援をぜひお願いしたいなと思います。もう余裕がある方はぜひよろしくお願いします。じゃあ最後にコールして終わりにしましょう。はい、皆さんコールいきますよ。民主主義ってなんだ？これだ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 。立憲主義ってなんだ？これだ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 。ママたちだって戦争反対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 。これだ。沖縄ダメんだ。
縄なめんな沖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 縄なめんな県知事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 なめんな沖縄なめんな沖縄なめんな県知事なめんな県知事なめんなデモに行こうよ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 なんか自民党感じ悪いよね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 憲法読めない総理はいらない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 選挙に行こうよ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 市民をなめんな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 戦争反対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 戦争法制絶対反対戦争法制絶対反対絶対がたい戦争反対絶対がたい県知事頑張れ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 ありがとうございました。また次の行動もあると思います。おそらく10月に、みんな今から夏休み終わって学校始まって、俺はもう学校始まってるんですけど、これから、そういう合間に準備しながら10月も11月も行動を続けていこうと路上に出ていこうと思います。そして1月に宜野湾市長選挙があります。昨日、一昨日かな候補者が発表されたと思います。その選挙に向けた行動を自分たちはやっていこうと思ってます。もちろん来年の参議院選挙、今回賛成した議員はみんな当選させないと、もう落とそうというような、もう反対するような議員を通す国会に送るんだというふうに行動していきたいなと思ってます。まだまだ始まったばかりですよ。こんなんじゃ終わらないっすよ。本当に考えてそして行動していきましょうね。民主主義ってなんだ。これだ。ありがとうございました。終わります。